こんにちは、落合陽一です。2025年日本国際博覧会大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務めさせていただいております。我々のパビリオンは未知の風景と未知の体験をもたらす人類未踏の変形建築とデジタルヒューマンの拠点となるパビリオンを構成する予定です。万博という機会は人類の新しい表現の可能性や未踏の建築などの可能性を示し、文化や風景を非連続に発展させる絶好の機会です。我々のパビリオンも未だ人類が見たことがない可能性を示していくことで、大阪関西だけでなく日本の可能性を世界に示し、また世界の人々の語らいの場や交流の場を提供することを目的としています。日本の大阪からデジタルの自然と調和する新しい芸術の形を届けられればと思います。そのためにデジタルヒューマンという新しい身体の写し鏡、変形構造体建築による新しい風景の鏡を通じて磨き輝く命の形を示せればと思っています。磨き輝く命の形をパビリオンの制作運営を通じて表現し、会期中だけでなくその後も持続的に価値が生み出していけるようなものを考えています。それにより人類の進歩や文化的な熟成に少しでも貢献できたらと考えています。パビリオンを仕上げていくことは多くの皆様の協力なしでは成し得ないことだと理解しております。何卒ご協力ご協賛もしくは我々の出資をいただければと大変嬉しく思っています。何卒よろしくお願いします。